あれ？なんか床滑るんやけど。なんか床めっちゃ滑んねんけど。朝ごはん食べていきまーす。ストッピング。はい、今日の朝ごはんは、バナナ。なんかさ、ごめんな、集合体恐怖症の人。ちょっとマジで無理やんな、こういうの。ごめんなさい。見て。飲むフルーチェ。飲むフルーチェやで、これめっちゃ美味しそうじゃない？これ、私が一番最近ハマってるセブンイレブンの卵焼きサンド。ヨーグルト。パルテノってやつ。ヨーグルト界でパルテノが一番うまいから。朝ごはんは結構豪華です。いただきまーす。ちょっと待って。朝ごはん食べる前に、やっぱり朝気合い入れなあかんから、ちょっと大声出しとくわ。心配ないさー。ほんまに、うん、ほんまに意味なかった。ゴリラかと思った。飲むフルーチェ飲んでみる。いちごのヨーグルトみたいな感じ。ゴリラかと思った。昨日さ、アクスタケースを作りたくって、材料買いにダイソー行ってたんやんか。で、まぁ、チャリンコ漕いでて。ほんじゃさ、前からさ、ほんま、まあ、70超えたおじいちゃんがさ、私に向かって、なんて言ってきたと思う？おばちゃん！邪魔やで！おばちゃん！私、おばちゃんなんと思って。まだ22歳になったばっかなんですけど、とか思って。おばちゃん！おばちゃん！おばちゃん危ないで、おばちゃんと思って私、おばちゃんって言ったもん。私、おじいちゃんの目からはもう、おばちゃんに見えてんねや、と思って。いや、でもめちゃくちゃショックやから、私、これ、この悔しさ、この怒り、墓場まで引きずっていくと決めました。誰がおばちゃんやねん。でもたまに言われるけどな。リオララみたいなババアは、みたいな。ババアって、なんかジャニオタってな、ババアの基準おかしいから、いつも思うけどさ、なんか、24歳ぐらいの私より2個上とかの人が DM で、24のババアなんですけど仲良くしてください、みたいなくねん。いや、ババアじゃないから、ババアの基準おかしいから、死者誤入したらまだ20歳やから、19歳ぐらいの子も言ってるから、私ババアなんで、BBA、BBA って書いて、私ババアなんですけど、みたいな。いやいやいや。まだ酒飲まれへんやん。タバコ吸われへんやん。ほんなんババアちゃうやん。みたいな。サンドイッチ食べます。無理無理無理、やっぱ無理。なんか最近、ジャンプ以外のグループの曲もちょくちょく聴くようになって、すごいあれにハマってる。なんて、僕かの？うん。僕かのじゃない。僕かれ？僕、ん？僕かれ？君かの？君かの？君かれ？君、ん？君、え？君。君、無理無理無理、やっぱ無理、君の彼氏。あ、君彼か。すいませんすいません。絶対ハマってへんやん。全部間違ってた。1から最後まで全部間違ってた、私。無理無理無理。やっぱ無理。君の彼氏になりたいとか無理やで。マジでパルテノがヨーグルト界で一番うまいから。最近さ、すっごい嫌なことがあって、何とは言わへんねんけど、金銭面ですっごい悩んで、すっごいへこんで嫌なことがあってんけど、カトゥーンの上田くんのブログをたまたまやで、ほんまになぜか上田くんってブログどんなこと書いてんのかなってたまたまふと思って、上田くんのブログ見たらめちゃめちゃ元気出た。もうな、どうでもよくなった自分の悩みが。めっちゃ元気出た。上田くんありがとう。ギリギリでいつも生きていたい。ギリギリでいつも生きていくよ。もうギリギリでいつも生きていったるわ。うん、上田くんのおかげで気づいた。うん、どんなにな、苦しくても、どんなに辛くても、ギリギリでいつも生きていきたいと思ったよ。それにしても、おばちゃんって言われたらほんま腹立つな。この間さ、アクスタケースを作ったんやんか。で、失敗してん。アクスタケース作り失敗して、もう一回作り直してん、一から。また失敗して、もう一回作り直してん。三度目の正直。また失敗して、泣いた。うん、泣いた。涙が出た。伊能太のセレンに言ってん、電話して、アクスタケース作り失敗して涙止まらんって言ったら、セレンもアクスタケース作り一回失敗して、マジで涙出して泣いたよって言われてん。アクスタケース作りって人泣かすん？もう嫌いになりそう。アクスタは大好きやで。アクスタケースが嫌いになりそう。人泣かしすぎ、アクスタケース。うまっ。わしは動物か。どんな食い方してんねん。動物か。ごめん。カラコンつけてきた。ヘイシリー。はい。平成ジャンプの曲流して。平成ジャンプを再生します。平成、ヘイシリー。
私今さ、ヘイシリをさ、平成ジャンプって言いかけてた。おもろー、おもろー、天才バカボンの娘になったろか、言うて。ここにあるの鏡やねんな。ドレッサーについてくる鏡。鏡割れて届いたからな。びっくりした、びっくりしたよ。割れて届いたから。でもここまで厳重にさ放送してくれてるからもういっかなみたいな、うん、気持ちだけで十分やと思って、まあ、諦めた。返品もせえへんし、うん、別にクレームも入れへんし、送り直しても言えへん。大人になったな自分。あ、もう無理ってなったらこの呪文を一緒に唱えましょう。はい、ビビディバビデブー、ビビディバビデブー、ビビディバビデブー、ビビデバビデブーっていう歌詞があるんですよ、平成ジャンプの新曲。可愛すぎかも。勘弁してくれ。これ私さ、すっぴん無加工なわけやんか。平成ジャンプも全員すっ、ボケ。何喋ろう。昨日なんかおばさんって言われたことがショックすぎて、そのことしか話すことない。それで一本動画撮るのはやばいやろ。根に持ちすぎ。なんか昨日さ、インスタでさ、質問募集したからさ、それちょっと答えていくわ。顔が好みなジュニアトップ3。リアルに言うと、寺西拓人くん、猪狩蒼弥くん、佐久間くんとかか、佐久間和幸じゃなくて、佐久間龍斗くん。あと、小芝くんみたいな、小芝なんちゃらくん。友達に島崎とわくんの担当がおって、島崎とわくんも可愛いなと思った。あと、大西風雅くん。うん、なんかごめんやけど、いっぱいおんで、それは。うん、顔が好みなジュニアはいっぱいおるよ。久々にジュニアタンやってみたいなとか思うけど、無理やりなんか担当探したくないやんか。ふと現れるもんやから担当って。なんかさ、同い年の子の担当してみたい。私と同い年やったら誰がおるんやろ。永瀬廉くんとか、あと菅田琳寧くんとか同い年、元高克樹くんも同じやった気がする。知らんけど、同い年ってなんか親近感湧いたりするやん。キスマイで聴く曲ありますか？I wanna do, 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 雲べがけ突き破るほど I believe, believe in 心行動なんか飛び出すほどちゃうじゃん。このまま加速する思い乗せた、うん、お空羽ばたけなんちゃらみたいな。聞いてへんやんけって感じやんな。なんかすごい、京本大我さんの子からめっちゃメッセージくる。私昨日ストーリーにさ、顔がいいと思うジャニーズトップ3で、1位中島優斗、2位、佐藤勝利、3位京本大我って書いたんやんか。だから京本大我さんからめっちゃ嬉しいです、ありがとうございますってくるで。いや、こちらこそこちらこそ、なんか勝手に名前出してもうてすいませんなって感じやけど。いやでも京本大我くん、あらイケメンやろ。イケメンとかレベルじゃないやろあれ。京本大我くんって毛一本でも生えてんか、髪の毛以外にどこか毛生えてんかみたいな。清潔感溢れてるような。あら、すごいあいつは。ゆうとくんが、少クラずっと MC やってて、やぶくんと。でも、卒業してから、もうほぼ一回も見てないんじゃないかな、少クラ。久々に見よっかな。いや、少クラめっちゃ好きやった。少クラのさ、アバケのコーナーが一番好きやったな。ジャニーズ WEST のアバケ、クソおもろかった、あれ。それは マジでジャニーズベストっておもろい。僕、浜田なんですけど。マジ、関西人ってなんであんなおもろいやろ、自分が言うのもなんやけど。なんかさ、いつからさ、出た顔より多く持ってるオタクが強太と呼ばれるようになったんやろ。なんか最近すごい思う。鼻か、いや、びっくりした。ごちそうさまでした。ちょ、待って、もう何時間喋ってる？一時間も喋ってる。絶対尺足りひん気がする。なんか私全然おもろいこと言えてないもん、今日。いや、孫の手の使い方間違ってんで。いやいや、マジでブサイク。もういっかな。はい、今日はゆるゆる雑談動画でした。今日も一日頑張りましょう！ということで、リオララでした。バイバーイ。